はいどうも、デロリンです。パパの中身です。はい、パパの中身。先日っていうか定期的に猫本パパの方のチャンネルにですね、まあ部屋が綺麗とか家の中が綺麗ってよく言われるんですけど、まあ、僕、今この後ろ見せて綺麗とはあんま思わないんですけど、はい、まあそういうことをよく言ってもらえるんですね。で、まあパパさん掃除頑張ってるんだろうなみたいなことをよく言っていただけるんですが、まあこれを見てわかるといいですね、この後ろのこの状態を。頑張ってません。はい、僕の机の上も結構汚いです。はい。じゃあなんでパッと見部屋が綺麗なのかという話をちょっと今回させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあなんでうちの部屋家綺麗に見えるのか、まあ僕のやってる方法なんて本当ドシンプルで超簡単なんですけど、ルンバ回してるだけです。何もやってません。はい、だもちろんなんか上の方拭いたりとかは定期的にやってますけど、正直昔に比べてサボってます。最近ちょっと僕たるんでたんで、ちょっとね顔もたるんできました。ちょっと太ったりしてきたんで、やっぱねダメだね人間すぐ怠けるんでダメです。もう安定しない、全然安定しない。もうずっとやっぱそういうしんどいことを続けるのは難しいですねっていうのをやっぱ痛感するんですけど、そこでやっぱいいのはルンバなんですよ。あいつ何がいいって、ボタンを押しただけで掃除してくるんですよね。よくルンバどうこう話をすると、まずそもそも床を片付けないといけないじゃないって言われるんですけど、そこはもうルーティンですね。うん、ルーティン化しちゃえば何とでもなります。もう朝飯食ったらとりあえず物全部上に上げて、で上げる場所が1個あるとめちゃ楽なんですよ。僕1階とかって全部上げるのソファーになってるんですけど、ソファーの上にもう物をボン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 置いて、でしかも積み方も決まってるんですよ。俺こういう風に積んでくって決まってて、でその通りに積んでってるだけ。俺いつもこう積んだら全部積めるってもう分かってるから、自分で。でそこに物を積んで椅子どかして、で猫の皿どかして、まあ、極力下に物を置かない、床にもともと物を置かないようにしてますし、余計な物を買わないようにしてます。邪魔になるんでね。家具を選んだ時点でもうルンバ想定してやってるんで、極力物を置かない、家具も置かない、うん、極力クローゼットに入れるっていうのがうちのやり方になってます。だから部屋が綺麗に見える。こういうさ、これちょっとずらそうか。こういうものがあると一気に掃除する場所増えるんです。ここですよね。これだとスイッチのここにホコリが溜まります。実際今ちょっと溜まってますね。これね、ここにホコリがパッパッと溜まるし、ここにも溜まるし、でここ見えるかな、プレイステーション4なんですけど、これプレイステーション4の上にも溜まるし、でここにも溜まるし、で拭く場所めっちゃ増えるんですよ、一個これがあるだけで。まあ、これは仕事用とかなんで、まあ、しょうがないって諦めてますけど、でこういうものが増えれば増えるほど、そういうコストがどんどん上がってきます。はい、でそれがしんどい理由なんですね。物がなければ、まあ、基本うち物がないんで、物がなければ掃除はしやすい。むき出しの物、家具を作ると、掃除がすごく一気に大変になるんで、まあ、それはあまりしないようにしています。うちは物をあまり置かない、さっと1分ぐらいでどかせるぐらいにしておくってやると、ルンバをやるコストが下がります。であと押すだけなんで、はい。で半月に1回、1ヶ月に1回、まあ、僕なんかズボラなんで2ヶ月に1回掃除するかせんかぐらいの頻度でルンバを掃除するだけ。ルンバ本体をね、まあ、本体の掃除結構めんどくさいんですけど、ちょっとバラしてやらないと、もう毛めっちゃ絡まってますから、ブラシとかに。で僕が使ってるモデルはルンバ自体のゴミ箱を出さなくていいんで、もうホームベースに全部ゴミ箱溜まってくんですけど、あれサイト見ると1ヶ月に1回変えてくださいってあるんですけど、俺も冗談で言うと3、4ヶ月放置してます。だって入る試したんですよ。ずっと放置したらこれどんどん溜まってくかなと思って、溜まってくんですよ本当に。ルンバ自体のダストボックス旧式だと頻繁にもう掃除しないとそこが詰まっちゃって大変なことになるんですけど、全然全部吸引してくれてるから、ホームベースがあれって全然ずっと綺麗じゃんって、もう本当にほとんど掃除せんでいいぐらい。あれだけフィルターだけちょっと掃除しなきゃいけないけど、フィルターたまに掃除するぐらいで、あと全然何もしなくていいです。はい、そこは僕ルンバ一番気に入ってるところですね。素晴らしいと思います。はい、自分の手間を極力減らすために金を払っただけです、ルンバ代。ちょっと高いですけどね、ルンバね。でルンバじゃなくても何でもいいと思う、ロボット掃除機なら何でもいいと思うんで、そういうのをやっとけば部屋は綺麗に見えますし、まあ、実際綺麗だとは思います。僕はいかに楽をするかしか考えてないです。またこれちょっと別で動画撮ろうかなと思うんですけど、最近幸せってなんだろうなってよく考えるんですよ。なんか旅行とか行ってさ、美味しいもの食べたりするのが幸せなのかって。でもそれ365日のうちの1日2日だよなと思って、1年あって、それ幸せじゃねえよなって自分で思ったんですよ。まあ、たまに行くから楽しいってすげえ分かるんですけどね。
たまの贅沢で使うのは全然いいんですけど、やっぱ基本は日常にあるよなって、毎日の一日の繰り返しの中に楽しみがないとそれ幸せじゃないなって思って、でやっぱ僕は部屋は綺麗じゃないと嫌だし、汚いと僕喘息出ちゃうんで、自分のためにやってるともあります。だから喘息が出るから、自分が、あと娘も多分僕と体質似ちゃったんで、あの僕とママのねアレルギー体質とかそうやばいとこをちゃんと綺麗にあの引き継いでるんで、彼がいやうちの子にそういう思いさせたくないってので、あのちゃんと掃除しようって僕やってるんですけど、だから娘の部屋に入るたびにやれってうるさく言ってます。これ僕も言われてたんで、親に。今なら気持ちわかりますね、親がうるさかったのが。まあそれはうるせえわなと思って、出てないからいいじゃんって思ってましたけど、出てたらもう遅いからね、あのアレルギーって、はい、出たらもうしんどいんで、その日頃の快適さを求めるのが一番幸せにつながると思うんです。その喘息が出ないってもそうだし、掃除をしなきゃいけない、体質的に掃除しなきゃいけないから、そのコストを下げる、掃除するめんどくせえ、一番めんどくさいですね、掃除なんでね、皿洗いも掃除も、そのめんどくせえことをめんどくさくなくすっていうのが多分一番幸せなんじゃないかなって自分で思って、毎日掃除機なんかかけたくねえし、自分で一個一個なんかめんどくせえなって、またこんなとこ物置いてあいつはみたいな、まあ、まあ、ルマでも言うんですけど僕は、まあでもそういうのポイ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 ってとかしてポチッとして、はいって終わりなんで、2階にやるときはもちろん飯食うときとかに全部物をポイ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 って上に上げて、ちょっとこの椅子とかねあるんで、椅子とかの上にポイ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 ってとかして、この後ろの段ボールハウスとかその辺をこういう上にボンって置けるんで、置いてどかして、でご飯食べてる間に掃除かけちゃうってやったらもう全然苦じゃないですよね、物だけどかして、うん、だから僕は娘の部屋に入って文句言うの嫌なんで、2階のルームかけるときは娘がいるときにやります。自分の部屋自分で物あげてって、寝室と仕事部屋はパパたちがやるからって、ポイ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 って自分の部屋で床に物置いとったらその時めんどくさいよって、だから置かないようにしようねって実感させるためにそうやってやってます。そんだけなんで掃除してんの。あと階段はダイソンかけますけど、ダイソンで階段とかトイレとか、まあなんでそんなに掃除にコストかかってないんですよね。手間が最初に買う時にお金のコストかかりますけど、日々のコストはかかってない。で1日5分10分節約できるだけでめちゃくちゃ人生豊かになりますからね。ですかける365じゃん。でかけるあと何十年生きるのって話や。1日5分だとして365をかけたらいくらだ、ちょっと待ってね。1825分、60だと30時間、年間30時間ですよ。これだけでも合計で30時間かかるわけですよね、1日5分だとして。5分以上かかるもんねこれ一軒家だと掃除、まあ、なのでそれ考えたら全然多分年間30時間下手した倍の60時間節約してるってことになると思います。で年間約30から60だとして、まあ、30年生きたら900時間ですもんね。900時間から1800時間30年で節約することはできると、うん、その分何かができると、その分幸せだよねって僕は思うんで、ルンバ使うようにしてますということを今回ちょっと言おうと思って僕がその辺うるさい理由、それですね、あの家買った理由の一つが僕ルンバなんです。実は前の家が古すぎて段差が多くてルンバがかけれないと、まあそれでこんな汚えのも掃除が大変なのも、もう絶対に人生損すんなって思って計算して、これじゃあ家買おうよっていう風になりました。自分があと何年生きれるかわからないし、まあ、どうせ男子あるしね、死んだらもうそれで払われるから、 俺が死んだら多分一番最初に死ぬんで僕は、この家で。まあそしたら残されたやつは幸せに暮らせるだろうってことで買ったっていうのはあります。というわけで今回その部屋綺麗ですよねとか家綺麗ですよねってよく言ってもらえてるんですけど、実際はそんなに何もやってないという話をさせていただきました。最初にちょっと無理して金を払うことで後々楽になるようにってやっただけです。なのでまあお金ないなら別にルンバじゃなくてもちょっとグレード下げてもいいから、ロボット掃除機とかなんかね、どっかのちょっと安くてもいいから、まあルンバ安いしね、うん、そのホームベースついてないやつなら安いですし、まあそんな辺でやっていけばいいんじゃないでしょうか。なかなかあの稼ぎがある人は全然ホームベース付きでいいと思うんですけど、稼ぎがない人はホームベースないやつでいいと思います。自分の時給は高い人は少しでも手間を減らそうがいいと思うんで、という話でした。定期的にこれしてるんですけど、僕は絶対そっちの方がいいと思う派です。その分仕事遊びに時間使おうかなっていう感じですね。はい、というわけで今回その掃除は楽しようという話でした。家事は楽した方が絶対いいです。
そうやって楽できるようにしてるんで、僕も積極的にできるんですよね。床の掃除をほとんど自動化してるから、他のところに手が回るっていう。回ってないけどね、うん、ずっとあの人形放置してるから、これこのぬいぐるみ絶対いらねえの。捨てていいと思う、正直。はい、というわけで今回そういう話をさせていただきました。今回は以上です。はい、楽しようね、みんなね。